こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で一番選手をやっている岩田書店の中の人でもある岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのともにどうぞお楽しみください。先々週かな、なんかジンの話をした時にコメントいただいてまして、なんかコメントさ、通知がさ死んでて、なんか気づくやつと気づかないやつがあって、本当にちょっと1週間遅れぐらいでお返事したんですけど、すみません。あの基本的になるべく全部気づきたいんですけどね、なんか通知が死んでるんですよね、ちょっとよくわかんない。まあそれでですね、K さんでいいのかな、あのセコマのミントジンも美味しいですよと、あとは9148という札幌のクラフトジンも美味しいです。このジンはジョージ・オーウェルの小説1984の全体主義を皮肉って自由なジンとして9148として作っているそうです。へえ、すっごいおしゃれって思ってさ、こんなおしゃれな北海道のっていうか札幌のクラフトジンといえばあそこでしょと思って、あの紅桜醸造所さんでしたっけ、あの割と新しいんですよね。なんか紅桜アウトドアガーデンみたいなそういう公園があって、であんま大きくないんだけど、こうね、隅川にあるんですよね。でそこでアウトドア系のイベントをやったりとか、でそこに醸造所もありますよみたいな、なんかねちょっと面白い場所なので、私もこう仲良くさせていただいてる札幌でアウトドアブランドやってる方とかもそこでイベントやったりとかしてね、ちょっとねそこで前にイベントに誘われたんですけど、ちょっとまあそのイベント自体はねちょっと規模縮小して私は行かなかったんですけど、あればねちょっと良かったなっていう、ちょっと行きたいなっていうとこなんですよね。でそこでなんかこう北海道のクラフトジン作ってるっていうとこがあって、すごい気にはなってたんですよ。ただ私まだまだジン初心者なので、トニックウォーターとは何ぞやっていう、このまだ入り口の入り口で足踏みをしている状態なのでね、まあちょっとねいろいろあれしてから、まあそこもね、だって瓶がさ大きいっていうかさ、なかなか買うとさ、まあすごい長い間飲むけどね、ちょっとずつしか飲まんからすごい時間かかるじゃんと思って、だから いつかねそこにも手を出したいなと思ってるとこの話をね、これをちょうどタイムリーに教えていただいて、セコマートのミントジンね、私もねちょっとまだセコマート行ってないんですけど、セコマって言うんだよね。そうだよね、正式名称はセコマだもんね、ごめんなさい、セイコマ派なんですよね私セイコマ派なんです、セイコマいいんですよ。でまあそのセコマートのジンも美味しいっていうことで教えていただいたので、ちょっとだけ挑戦してみようかな。ミントがどっちに転ぶかなんですよね私。なんかフレッシュミントは好きなんだけど、売り物のあれとかは食べれないのよ。なんだっけ、憧れのチョコミントアイスとか食べれないんだよね。なんか子供の頃にチョコミントってさ憧れてて、でも子供だからハッカっぽいのが苦手で、でもいつか大人になったらあれを食べれるんだと思ったけど、まあ、食べれないままここに至るって感じなんですけどねまあ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 、というね、まあコメントいただきましてありがとうございます。そういうさ、ことでさーって。まあそんな話をしつつですよ。プルーフをいただきまして、文芸春秋さんから。今年の7月24日発売予定、瀬尾舞子さん、私たちの世代は、プルーフをいただきましたので、よし、じゃあちょっとよいね、まあ、一丁読んでみるかと思ったらさ、もう一気読みよう。面白かった。あ、これね、あらすじ書いてある。小学校3年生になる頃、今までにない感染症の流行により、休校やマスク登校をはじめ、日々の暮らしでも不自由を余儀なくされた2人の少女、さえと小春。母子家庭のさえは、中学校になっていじめに遭いつつも、明るい母や同級生の清塚くんらに救われて育つ。一方の小春は感染症が落ち着いた休校明けに学校に行くきっかけを失って以来引きこもりになってしまうが、家庭教師の樋口くんの助言もあり通信制の大学に合格する。やがて就職の季節を迎えた二人、望んでもいないのにマスク世代などのレッテルを貼られてしまった若者たちの行方は、というね、これ面白かった。プルーフってあれなんですよ、
なんていうの、ゲラよりも先に進んだ状態っていうんですかね。ゲラってさ、こう A4 のね、まあ基本はね A4 のこうサイズでこうトンボとかもあって、そこにわーってこう、まあ、印刷してもう出力したって感じのやつなんですけど、プルーフはその次の段階でこうなんていうんだ、ペーパーバッグみたいな状態に、これからねこれが文芸書としてちゃんと想定を行われてなる、その一歩手前のペーパーバッグ状態っていうんですかね、そのもんなんですよ、仮表紙で。でこれを読んで先に注文をくださいと、注文出します。これはね今日ファックスしようと思って、なんかやっぱり読み終わって最後希望とか再生とかこう未来みたいなのを思う話ってのはやっぱりいいですね、うん、すごく面白かったという、 こう語彙力ないない感想なんですけど、はい、あの7月24日発売予定ということでね、楽しみに注文出したいと思います。選書に使おうっていう感じです。まあそれでさ、旬のものってさ本当に一瞬だから旬のものなんでしょうけど、いやわかんないけどね、あのあれがあって食べたの美味しかった、あのめったに見られないっていうか手に入んないから、あ今だと思って買ったんですけど、うーんこれはね、なんていうんだ、ハチク、あの竹の子妄想だけ、なんていうの、根曲がりだけそういろんな名前で呼ばれるあの細い竹の子ですよ。あの北海道ではね、竹の子ったらあのゴン太の何竹やぶになるあの竹、あれないから北海道、竹とか瓦屋根を見ると、あ日本に来たって思うんだよね北海道は日本ではなかったみたいな感じになっちゃうけど、あの文化としてのその竹林みたいなのがね見ると、あ日本昔話みたいな感じになる。そういう竹がない地域からのね、それでも竹の子があるよって話なんですけど、この細いさ細長い竹の子で、これをグリルで丸焼きにして、ちょっと切れ目入れてね、でグリルでじっくり丸焼きにして、でそれを剥いて、昨日はそれに私はねオリーブオイルとこうハーブ塩を混ぜたのと、あとはちょっとマヨネーズなんか添えたりして、お好みでね、で冷やした白ワインで食べたんですよ。美味しかった。こういう淡いね、淡いなんて言うんですか、頼りない味、一瞬のみたいなさ、ね、キリッと冷えた白ワインがまた合うんですよっていう感じで半分ぐらい飲んで、いやダメだこのままだと飲んじゃうと思ってしまったんだけどさちゃんとそういうね、やめようっていう冷静さをちゃんと私は持ち合わせていたということですよ。ちょっとよくわかんない冷静さとはって感じですね。そうというね、久しぶりにゆったりした日曜日を過ごしたりしておりました。午前中はねちょっと頼まれて、なんかこう畑仕事みたいな草むしりとかをね本当に心からやりたくないって思いながらやってもうああいうのやりたくないんだよっていうね、もうぐちゃぐちゃ言いながらね、もうその辺の小学生より立ちが悪い感じでねゴロつきながらやったんですけどね、まあ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 っていうとこね。あとあの新しく読んだ明野薫子さんっていう方の小説も面白かった。あこういう感じねって、読みやすくて、うん、あの私読んだことないんだけどさ、私定時で帰りますっていうやつの方の本を、他のタイトルね、なんだっけな、会社を綴る人だったかな、そんなようなタイトルのやつを読んで、それも面白かった。でまた積読がいろいろ溜まってきてるので、それを一生懸命読むと。今年はね読んでます、私頑張って本、何冊読んだかちょっと分かんないけど、そういう記録を取るっていうのがね本当に苦手なので、まあその辺はちょっともう諦めてんですけど読んではいます。でやっぱりさ、本を読むと、今年のね、しかも今年のものの本を読むと、やっぱり頭のどっかにこう本屋大賞っていうのをこう意識しながら読むわけよね。私だったらこれを押そうみたいな。あから今んとこ、あこれもいいなあれもいいなっていうのはあります。はい、自分で選んだ本って基本的に面白いんだよね。私さ、いや微妙だったなって本を読んで思うことがあんまりないんだけど、こうネットでねツイッターとか見て流行ってるって言うから、まあピントは来ないけど、まあこんだけ流行ってるって言うんだから読んでみようかっての読んだものはあんまり当たらない傾向にあって、そりゃそうだよね好みだから。そう
そうなんだよな。自分でもこう一般的だと思ってるこう趣味思考がですよ、一般的ではないんじゃないかなって最近ちょっとようやくね気づき始めて、最近なんですけど、なんかあの本屋大賞ももちろん当たらないし、っていうかそのランキングものとかも予想ものをめっちゃ予想して、あの自信たっぷりで出すと全くもって外れてるっていうことが本当にあるので、やっぱりちょっと世間の方とは違うのかなって最近ちょっとだけね、うすうす気づいてきたんですだからさ、だから私も選書をねやろうと思った時に、なんかこう私のような本を大して読まない人間がね勧める本なんて皆さんもうすでに読んでますよと、そうね思いながらもやってるわけ、ね、自信もなくさ、それだけど意外と被るの率が低かったりとか、そういうことがあるので、やっぱりまあ本って星の数ほどあるからね、お互いに本の教え合っことしましてね、こうそういうことかと、どういうことだとまあそんな感じでさ、だから、まあ、まあ多少は自信を持ってこうね、いや私が面白いんだっていう自信はあるよ、私が読んで面白いと思ったっていうね、自分に配慮したおすすめっていうさ、それにプラスアルファしてこの人だったらこうかなって考えながらやるという感じです。そういえばだんだんこの夏っぽくなってきてさ、こうフェスのね、音楽フェスの広告なんかがこう SNS なんかで上がってくるようになってね、でこの辺で言うと、あの岩見沢市で、あれは何だったっけ、北音違うな、え、なんだっけ、北音だっけ、なんか忘れちゃった、その、うんと、なんだか、ジョインアライブ、その、なんかいろんなあるじゃない、とにかく岩見沢でそういう音楽フェスがあるっていうのと、あと、新十津川で、知り合いがやり始めた、ソラ音っていう、まあ、音楽フェス、それから、あと一番北海道で有名な、石狩、札幌のね、ライジングサンロックフェスティバル。それが一番でかいんですよ。で来るアーティストもすごいんですけど、まあ、そういうのがもうだんだん普通にやるぞっていう感じになってきて、いやー行ったことない、あ行ったことなくはない、そのソラ音の走りっていうんですかね、この砂川市で1回だけやった音楽フェス、それにはまあ一応スタッフみたいな販売員として参加したので、あめちゃめちゃ面白かったんですけど、やっぱ普通に参加者として行ってみたいなと思いつつ何十年も経ってるっていうのが今なんですよ。体力持たないよねきっとね、飲んでウェイってやりたいだけなんですけど、単純にね美味しいものを食べて美味しいものを飲んで、そしてこうわーって盛り上がりたいというパリピ感覚があるんですよね、オタクなのにねただちょっともう20代じゃないので体力が持たないんじゃないかなっていう気持ちもある、おそらく持たない立ってられない立ってられない、ね、あとそんなにもう飲めないっていうのもあるし、というまあまあまあいいなって思ってるぐらいですかね。それをまあ外でこう焼肉をやる、やってビールを飲むということでこうまあ消化していくと、もうそれでいいんじゃないかなっていう気分になるんですよ。外で焼肉焼いてビール飲んで、でちょっとスピーカーで、あの好きなプレイリストでも流せば、あれもうこれはフェスみたいな感じになれるのでそういうねお手軽な感じで、お手軽フェスみたいなっていうイメージでやってます。そんなね皆様どんな夏の予定がありますでしょうかということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。